種類ちょっと巻きが荒いのと普通のとあるんで、巻きが荒いのはちょっとあまり使いたくないんで、こっちこっから入れて、こう出したら自分の方からこういう感じにして、ちょっとこれぐらい残して折り目つけます。で下をこの巻き終わりがこっちの方に来るのがいいんで、ちょっと一回上向けて、でちょっとすると巻き終わりが今横に来てるんで、これで外れにくくなります。これが例えばこの辺にこう上に止まってると結構抜けやすくなっちゃうんです上に一旦上に向けて引っ張り直すと、ここでたらもうあとは、そうでちょっとねここは3本外してた方がいいんですけど、上から一人でやるときはもう右手でこう地弦を持って引っ張って、ここでグッとこうやって全然映ってないですあれこう引っ張ったら、これを手をこういう風にやると、まあ、ここで手止まるんで、うん、あまり緩い状態で巻きたくないんですよね。こうグッと引っ張った状態で、はい、ね、左手で実際ここ穴が通り過ぎたらもう離しても、